でもまずここが本当のその七条美佐子だったら、ここで勝負すべき、だと思います。いやもうそうね、いや先輩の今後のためにはそうなるそうですね。まずプレーンな状態で、プレーンな状態で、健康体で、そう行って、それでさえ、ただでさえさ、客席から声がかかってそれに対して返すわけだから、もうそれだけで忙しいじゃん。忙しいです。でその上さらに別の七条美佐子をたくさん出すと、もうもっとわちゃわちゃしちゃうから、本当にあれさっき何喋ろうと思ってたっけっていうのがすごい、だ初めて来る一人をしっかり捕まえたいんだったら、まずここは封印して、ここ一人対お客さんっていう関係をいっぱい築いていったら方がいいんじゃないかね。なるほど。多重人格者なんだからね。否定できるかな。今の話すると。気持ちが悪い。ただ気持ち悪いですよ。すごい MC 論から、そうすごいキャラ論に、はい、なりましたが、だからまあこれは本当にあのよくやってしまいがちなのはね、あもう時間がないんで急ぎますけどとか言う人いるじゃん。あそれって誰が得するのっていう話なのよ。聞いてる方は時間がないから終わっちゃうのに、なんかもっとちゃんと全部聞きたかったなって、で喋りたい方も時間のせいにして自分が喋ること喋らない、じゃあこれ誰が得するっていうことなんだよね。だから時間がないは言うなって僕は教えてます、そうですね、特に一人だったら、ただ例えば掛け合いでもうずっと同じ話をしてて、もういいよ楽屋帰れよっていうのは一回やったことあるんですけど、そういうのだとやっぱ盛り上がったりしますけど、一、人とかだとえー、ってなっちゃいますよね。いいの、一人で喋ろうと思ってわたわたしてる姿もまあ楽しんでもらえればいい、お客さんの気持ち全部代弁しようとしなくていい、そういうサービス精神よりまず自分で勝負した方がいいんじゃないと思います。ありがとうございます。めっちゃ勉強になる、いい時間だった、いい時間とてもいい時間もうなんかHP が削れているわもしかしてこれラボガ3姉妹史上最大の有意義な時間、有意義だよ本当に、大体見る価値ねえけど本館見る価値しかないね。すごいね、あすごい、これは多分ね頭の回転が早いんだと思う、賢いんですよね、だからいろいろ考えちゃうんだよその場で、でいろんな自分が自分に突っ込むから、見失うんだよね道をね、次の一手に5、6パターンぐらいだーって出てきたときに、結果なんそんな天才じゃないだろ冷静だやっぱり冷静だ、まあでもあの基本的にはもう自分の個性でチャレンジした方がいいから、いい回し、いい飼い主を見つけるっていうことだと思います。僕はもうあの芸人にはみんなそう言ってますから、いい飼い主、自分を一番生かしてくれる飼い主を見つければ、その人がどうでも料理してくれるから、そういや選ぶ権利ってものがあって私にも権利があるんですよ。飼い主じゃねえんだよ、よーみたいな、飼い主みたいな、なんだよ私勝手に住み着いとくね、住み着く重い荷物だなこれ持ってくのか、うわーすごいなすごい、やってみよう、これすぐやれるね、やってみなった、やった、やってみれるわ、もう今もうまとめる能力ないよ。まあもう今後の3人の、あの動向はチェックしますから。いやそうですよね。いやそうですよ。もう生徒ですから、はい、そうですね。もうできなかったものはもうピシピシ。いやまあ我々は大丈夫だと思う。そうですね。はい、この後ラボガ3姉妹で、この私たちがどれぐらい喋れるようになったかとか、どういう風な、ね、コンテンツをやっていくかっていうのが多分分かるのが。1000人イベントなのではないかと思うんですよ。そうなんですよね。番組の登録者数が1000人超えまして、ありがとうございます、そうだよ、長かった、まだまだこっから長かった、そうですね、まだまだ1000人からね、そう1000人長かった、長かったね、そう多分そう時系列的にはそのイベントのこの次に来るはず、来そうな感じがしますね、そうなのでどう変わるか、どうする？美佐子の一人トークショー入れる？入れたい！
で、うちら後ろの方で点数つけてるから。はい、また一人語り入りました。はい、枝分かれ。うん、誰だ。お兄ちゃん、美しみのある横顔。お兄ちゃん、お兄ちゃん。いやーね、うん、一人で頑張ります。もう何も言えないです。なんで小判になってるの。喋れないよ。はい、全部まとめて、はい、まとめる能力ないって。いや、それ勉強の一つだからね。ちょ、台本書いていいですか。いや、もう何で。おいおい、時間かかんな。他に確認したいとか教えてほしいこともないの。大丈夫。私はでも一番の悩みも綺麗に解決してもらったから、うんうん、私も結構この話は特に私はすごい役に立ったというか助かりますね。うん、うん、いやでも本当に今日はダテ子がいいね、あの、うん、相談のその突起をしてあげて、おめえらが話がつまんねえからだからもうちょっと勉強して。はい、じゃあ次は肛門科の先生呼びたい。次々ね悩みを解決していきます。本当にない。何膨らますんだよ。ないない締めようとしてる公園の話を膨らますんじゃないよ。緩めるんじゃなくて締めて。締めうまい。はい、本日は講師に最強辰夫先生をお招きいたしましたが、本日素敵な講演ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今後とも頑張っていきたいと思いますので、はい、どうこうなんとか見守っていただければ幸いでございます。はい、ありがとうございました。さあ、ということで本日のラボガ3姉妹いかがでしたでしょうか。チャンネル登録よろしくお願いいたします。またね、バイバイ。ねえ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 、言い訳しない。殺して殺して。やっぱ先輩面白いな。いや